はい、トモショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。ちょっと見てくださいよ。すごくないですか。このトマトめちゃくちゃでかくなったんですよ。本当1本の苗から始まったトマトがこんなでかくなりました。ここにトマトの実がなってるし、プル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 って。小さくまずはテストということでベランダ菜園始めてるんですけど、いい感じです。なくなってるの気づいた。あ、減りましたね。ここがなくなったね。前あったんだけど、うん、お、6足になったん。うん、おお。ゆるミニマリスト。まあ、でもやっぱそのね、あの高熱で倒れてからいろいろリセット始めたよね、本当に。で、まあいろいろその整理してたんですけど、今回はこれですね。よっ、ほら、こちらを今回は手放すことになりました。はい、こちらですね、マットレスです。これは、この物件に引っ越しをしてから妻が買ったんです。で、3年ぐらい使ってたら、あ、分かりやすいですね。そう、ここがへこんでるんですよ。これだったら分かるかな。そう、ここがベコってへこんじゃってますね。やっぱ3年も同じ体勢で使ってると、まあ、そこがどんどんへこんでいくんですよね。本来はね、あの S 字になった方が、あのちゃんとこう腰にも優しくてってなんですけど、お尻が落ちるような形なので、背中が丸まった状態で寝る感じになるんですよね。そうすると、あの寝返りが打ちづらかったりとか、腰にちょっと負担になっちゃったりするんですよ。いやー、これはかなり使い切ったんじゃないですか。うん、すごい。もうこのマットレスも満足ですよ。もう許してーって言ってますよ。よいしょ。ちなみに僕が使っているマットレスはこれです。パタンパタンって折りたためないので、ゴムバンドで留めている状態なんですけど、これは僕が阿佐ヶ谷に住んでいる時なので、まあ、3、4年前に、企業案件でもらったマットレスなんですよ。ちょっと読み方合ってるか分かんないですけど、アンチスタティックですかね。何でしょう、何をどうレビューしたらいいのか分からないっていうか、めちゃくちゃいいですねこれっていう感動がなかったので、そのすいません、ちょっとこれレビューできないです、お返ししますっていう連絡をしたんですよ。そしたらその返信がなかったんですね。なので、そのままあの送り返すこともできず、捨てるのももったいないしなっていうので、これを使っています。で、まあ3年使っているとやっぱりこういったチャックの部分が傷んじゃって、ここ閉じなくなっちゃってますね。これはまあ、あのボコってへこんでるところもありますけど、これは一切へこんでないですよ。それはすごいですよね。まあ、この物件にはもうあと1年いないと思うんで、まあ、ここにいる間はこのマットレスは使い倒していこうかなとは思ってます。はい、ちなみに皆さんはどういうマットレスというか布団を使ってるんですか。まあ、布団派の人もいればベッド派の人もいると思うんですけど、もしあのこういうマットレスいいのありますよとか、これ使っててめちゃくちゃ居心地いいですっていうのがあったら、コメント欄で教えてくれたら嬉しいです。そんなことやってたら、この撮影してる道具も壊れちゃいました。ちょっと分かりにくいですけど、ひびが入ってしまいました。なのでこれももう使えませんね。なので、まあこれもちょっとついでに手放します。買ったんだね、メルカリでね。あ、メルカリで。あ、知らなかった、俺読んでみたいな。うん、物と向き合うことによって自分と向き合うっていうようなことを山下静子さん言ってんじゃないかなって最近なんか思ってきてるんですよ。そう、なのでこう物を見た瞬間に、あ、自分はなんでこれ好きなんだろう、なんでこれ持ってるんだろう、なんでこれいらないんだろうみたいな、そういうなんかね。だってこの本だってそうやね、結局2000連休を与えられながら自分をどんどん見つめていってっていう話だからね。だからやっぱ内観、自分を向き合うってか、自分を知っている人は強いなっていうのはすごい思いますね。まあ、僕はまだ全然自分もね、自分を知れてるとは思ってないので。布団を手放すの初めてなんで、初めてじゃないか。よし、じゃああとは、ここら辺にこうシールを貼って、明日の朝方に出すと、粗大ごみで出すということですね。まあ、申し込みというか、粗大ごみの予約はもうしてあるので、で、シールも買ってあるので、あとは明日の朝にこう貼って、粗大ごみのところに出すだけです。なので、まあちょっとここに置いておきましょう。で、今撮影してるのがお昼の12時なんですけど、今日やるべきことはもう終わったので、あとはちょっと自由にね過ごしていきたいなと思ってます。上野公園に来ました。あー、すごい静かですね。都会のオアシスです。いやー、静かですね。
いや、こういう雰囲気でしとしと雨が降ってるとなんかまたいい雰囲気ですよね。はい、お、すごい、なんか長蛇の列ができてます。なんだろう。こういうのやってるんですね。まあちょっと気になりはしましたけど、かなり混んでいる様子だったので、ちょっと別のところに行きたいと思います。はい、さてさて、上野公園の中にあるスタバにやってきたんですけども、まあですよねっていうぐらい混んでます。どうしようかな、ちょっと違うとこ行こうかな。上野公園にはその上野動物園だったり博物館だったりっていっぱいあるんで、もうちょっと好奇心を刺激していこうかなと思います。今まだ12時半ですから、うん、大丈夫でしょう。はい、来ました、ドーン。東京国立博物館でございます。150周年記念ということで、今は琉球に関することをやってみたいですね。ちょっと行きましょう。料金もかなりリーズナブルだと思いますよ。わあ、すごい広い、でかい建物が3つボンボンボンってあります。あ、そしてこれなんだ、モアイ像みたいな銅像が立ってます。まあ、琉球に関してはちょっと別料金というか、またちょっと違う料金だったので、今回は平城天にちょっと行ってみたいと思います。おー、はい、ということで、あっという間の出口です。はい、楽しかったです。まあ、ただちょっとレベルが僕らが低すぎるんで、なんかあ、この絵うまいなぐらいしかちょっと感じなかったんですよね。そう、この絵から読み取れる意味とかっていうのは特に感じなかったんで、ちょっとまだまだ勉強不足です。あー、でもこういう知らない世界を見れるっていうのは楽しいですね。芸術に触れると好奇心が刺激されますね。面白い。はい、はい、ということで、また別の場所に移動してきました。で、今からパソコン作業でカタカタってやるので、まあ、一旦今回の動画はここで区切ろうと思います。はい、今回の話がちょっと面白かったで参考になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。なんかこう締めの一言とか言おうと思うとグダグダになっちゃうので、今回はこの辺で以上とします。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。